皆さんどうも。今回は初心者の知っておきたい小ネタの動画になります。小ネタ？ガデテルをプレイする上で知っておいたら役に立つかもしれない知識ってことだね。そんなのがあるのか？結構あると思うよ。例えば初心者にはまだ先の話になるんだけど、浮遊場に生えてくる草や木があるよね。これは除去するとジェム、覚醒石、ゴールドのいずれかが手に入るんだけど、この小さな草むらは除去すると少しもったいないらしいんだ。どうしてもったいないんだ？アイテムが手に入るなら除去した方がいいんじゃないか？いや、木や草が生えるのには時間がかかるんだけど、どれが生えるかランダムっぽいんだよ。草は100ゴールドとか初級覚醒石とかなんだけど、木なら中級覚醒石が手に入るんだ。草を刈り尽くしてしまうと木がなかなか生えないから、中級覚醒石が欲しい場合は草は刈らない方がいいんだ。なるほど、今は覚醒石変換が実装されてるから初級を中級に変換できるが、直接中級を手に入れた方がお得そうだな。木だけ刈っていけば、生えてくるのも気になるから草は残してていいみたいだね。お次は図鑑についてだね。装備でよく見るこの右上のマークはどんな意味があるか知ってる？図鑑についてってのは覚えているが、青色とオレンジの違いはわからないな。オレンジ色は持ち武器だと教えてくれるマークで、青色は図鑑もしくはコレクションが埋まってることを教えてくれるマークだね。じゃあわざわざ図鑑からコレクションを探さなくても、右上にマークがなければ何が埋まってないのか確認できるってことか。それを理解しておけば画面を往復する手間が省けそうだな。こんな感じで図鑑を埋めれば青マークがつくから覚えておくといいよ。SR や R は固定進化すると結構ゴールドを使っちゃうけど、アンコモンやコモンはまだゴールドが安めだからやっておくとジェムも稼げるな。続いても図鑑に関するネタだね。図鑑に登録するには装備のレベルを60にする必要があるんだけど、一度レベル60を作成しておけば素材にしてもいいって知ってた？あれ？コレクションに必要なレベル60を全種持ってないといけないんじゃないのか？じゃあちょっと試してみるね。まずはコレクションの埋まってない装備をレベル60にして。できた装備を別のコレクション装備の素材にするね。現物は強化素材にしちゃったけど、コレクションが埋まってることが確認できたね。これを知っておけば1個でもレベル60の装備を作っておけばハンマーがだいぶ節約できるな。初心者にとってはレベル60装備を作るのも大変だろうけど、知っておけば図鑑埋めが楽になるね。当たり前だけど、モチーフ武器を強化素材にすると消えちゃうから、そこは要注意だな。図鑑埋めは攻略の近道だから、最初はモチーフ武器だけ埋めて余裕ができたら他の装備を埋めていくといいと思うよ。次は修練部屋だね。修練部屋はワールド7をクリアすると使えるようになって、序盤なら入れたキャラを星5最大覚醒の状態で使用できるね。図鑑も埋めることができるのか？残念ながら図鑑を埋めることはできないね。そして修練部屋にいる間は育成できないから要注意だね。じゃあ使いたいキャラを次々に入れてもいいのか？残念ながら再配置までのインターバルが24時間必要で、最大300ジェムでインターバルを解消できるんだ。残り時間に応じて減少するけど、ジェムを消費しちゃうから出すタイミングを考えないといけないね。次は最近追加された武器の修練だね。武器は入れるとレベルやオプションを最大値にしてくれる神機能なんだ。かなり強い機能じゃない？かなり強いから制限もキャラに比べるときつくなってるね。どんな制限なんだ？スロットから武器を外すと、次回配置するまで10日間のインターバルが必要になるね。キャラと一緒でジェムで短縮もできるんだけど、短縮には最大1500ジェム必要だから簡単には出すことができないね。そして一番注意してほしいのがモチーフ武器を入れるタイミングだね。モチーフ武器を入手したらすぐに入れたらダメなのか？ダメってわけじゃないけど、モチーフ武器は優秀なコレクションが付属されてるから、レベル60にしてから修練に入れた方がいいね。修練部屋に入れておくとキャラと同様に強化することができないから、本当に注意が必要だね。お前はコレクションを埋めないまま入れたんだな。最後は星5装備抽出だね。抽出？抽出すると装備をマジックメタルに変換できるんだ。マジックメタルは月1回ランダムでモチーフ武器と交換できるから、図鑑登録済みのいらない装備なら抽出しておくといいよ。やり方は抽出ボタンを押してから抽出すればいいんだろ？そうだね。売却ボタンが横にあるから間違えないように注意だね。
モチーフ武器以外は30マジックメタルだから300マジックメタル貯めるには10個抽出する必要があるね。固定進化で星5装備を量産することもできるけど大量のゴールドが必要だから難しいね。武器ガチャを回さない場合は抽出が地味に重宝されるな。こんな感じで知っておいたら役に立つことはいろいろあるね。確かに知っておいたらプレイする上で役に立ちそうだな。あまり状況になるのも悪いから今回は以上かな。ご視聴ありがとうございました。